吉田さんまた稼いじゃいましたね。みんなの銀行ってのがあるだけで30万円違うんですよね。まあ、吉田さんももうおおむね30万だということですけどもこのみんなの銀行ね知っていて稼げない人 YouTube をやっぱ動画投稿してみんなの銀行と結びつけてこうやって1年でこうなるとしかもそれぞれの再生数って少ないわけですよね。 私がざっと見たところみんなの銀行の動画撮ってもまあ100回から多くて2三百3 0 0回で少ないので20回とか30回の再生数なんですよそういうのでも100本ぐらい撮ってるとまあ30万になるというねこんな分かりやすい仕事はないなと思うんですよねで撮っておいてほったらかしで頼んでもないのに再生されて頼んでもないのにまああの誰かがねそっから 紐づいいててアフィリエイトしてくれるみたいなねあの頼んでもないっていうとねちょっとこう表現としては違うんですけども、まあ、お願いしますみたいな感じになってますけどねうんだからこういうネタがねやっぱこう日々生まれてるんですよねみんなの銀行はすごく分かりやすい例ですけどもだからみんなの銀行に取り組まないとしたらもうもっと簡単なのってもうちょっとね考えられないなと思いますよそそれこそ 何もしないし、案件も知らないのに、勝手にお金が振り込まれましたみたいなね。その、天からお金が降ってくるみたいなことを期待するしかなくなっちゃって。で、かたやですね、みんなの銀行を満足にしないのにもっと難しくって、もっと難解な、なんか投資案件とかね、いっちゃうみたいなこともあると。不思議なもんですよね。で、ちなみに私の FX のオリガルヒっていうコンテンツなんですけども、これがね、やっぱりね、すごい評判がいいですね。この、とにかくね、 分かりやすく伝えていることに対しての評判がいいことと何をコツコツやればいいのか分からなかったことが分かってきたと、うん、だから私のね、えー、自分のスキルを言語化してお伝えすることはまあまあうまくいってるかなっていうところとあとはその言語を受け取って自分の力にしていただくための受講生さんの、うん、なんかそのね展開力っていうんですか、うん、そこらに変にかけてるかなと思うんですよ。 まあみんなの銀行もそうなんですけども FX ねみんなの銀行はもうちょっと終わっちゃうと思いますけども上限が来たらいやでもねみんなの銀行もしかしたらね30万ってやっぱないのかもしれないなと思ってきましたね今度ちょっと調べてみますけどもまあでもみんなの銀行は一応30万で終わりなんでだいたい1年やったらもうそっからは稼げなくなっちゃうのかなと思うんですけどもでも FX はずっとですからねまあ昨日も強烈に稼げてるという ことででレポートい,ただいてるんですけどもやっぱねなんだかよくわかんないけど稼げる方法ってこんなにたくさんあってなんでこれで不況になるのかなと思っちゃいますよ本当過激なこと言えば言えるのはもう旧世代型の儲からないしかもくたびれてヘトヘトになるようなものをわざわざ選んでいってるってことですよねんなんかね みんなの銀行みたいなものがあるのに、アフィレートなんてものがあるのに、YouTube ってものがあるのに、そっちをまたいでね、別の稼ぎにくいことを一生懸命やると。私もさすがにね、今こうやって楽勝なこと言ってますけども、じゃあ明日から麻雀店やれって言われたらまたね、えぇ、ー、ってこれ稼げないのに、もうブラックロードだっていう風な発想になっちゃいますよ。ねえ。だから結局は、もう、 明るい方法があってねホワイトな場所があるのにわざわざそこに行かずにブラックなところを自分の意思で選んでそこにね働きに行ってブラックだ不況だ不景気だ日本政府がとか言ってるような感じに見えちゃうんですけどね、うん、せめてみんなの銀行はちょっとね攻略してもらいたいですよね、うん、ということで今回は黒ということでございますブラックなところに行かないようにしましょう